よし、皆さん、ついに来ました。本マグロ150キロでございますと。はい、こちら本マグロなんですけど、うちのスタッフの高木さんが島から沖縄まで軽トラでフェリー乗って沖縄で競り落とした本マグロをね、市場の人にね積んでもらって、でまた島までね、あの軽トラで戻ってきております。手の込んだ近くとなっておりますと。ということでですね、これをキッチンに運び込めるかといったところになっておりますが、頑張っていきましょうか。じゃあ開けていきますか。普通の値段だとね、こんな本マグロなんて買えないんですけど、今回はね、市場の人がほぼ競り値で売ってくれて、まあ、競り値でもね、結構いい値段するんですよね。念願の本マグロをね、捌くことができます。よいしょ。そう、こっからですよ。どうやってキッチンまで運ぶかっていう話なんですよね。俺自身本マグロまだ見てないんで、どんな感じになってるのかめっちゃ楽しみ。でもさばけんのかな本マグロ。そう、本マグロさばくってなって、あの包丁を買いに行ったんですよ。そしたらびっくりしたね。あの包丁50万だった。諦めた。さすがにね、高すぎる。50万は。うわ、すげえ、でかすぎない？これさ、こん中で寝れるじゃん。なんなら人間が、俺の両手広げた幅こんぐらいなんで、どうだろう、まあ、身長的に190ぐらいかな。棺と同じかも、サイズ的には。食装しよう。あ、尻尾は折ってあるんだ。これさすがにね。待って、これどうやって持ち上げるの？わかるかな、手のひらのサイズとか。これよ、持てるビジョンが見えないんだけど、おそらくこれ氷ごとだと250キロぐらいあるはずなんで。すごいな、こんだけ。島までフェリーで7時間かかるんですけど、全く溶けてない。ダンボールでも。うわ、でか。でかさ伝わってるかな。でかすぎない？でかすぎます。緑の紙どけてみようか。でか。待って待って、頭だけでなんか20キロぐらいそうなんだけど。やば、バカじゃん。エラも取ってあんのか。あ、エラも取ってあるわ。運び込んでもらっていい？俺ちょっと待っとくわ。いや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 、ダメ。今までいろんなもの二人で運んできたのに、これ無理や。これは無理っすよ。これ二人じゃ無理よ。5人ぐらいいるよ。しかも内臓抜いてあって150キロだから、おそらく180キロぐらいあったんじゃない？え、これどうやって運ぶん？ええって感じ。さばきたいっていう感情じゃないな。怖いわ。運びましょうか。この段ボールだけでもすごいしな。日が暮れる前にやるぞ。腹の中にも氷詰めてくれてるわ。これはエロいわ。めちゃめちゃ脂肪乗ってるわ。エロい？エロいエロい。こんだけ脂肪乗ってる魚触っちゃうとさすがに興奮しちゃう。俺もグダグダやってないと。運ぼうか。大丈夫ですか、マグロと寝なくて。一回ここに？ここに。いやや、やっぱ一生に一度ですよ、こんな巨大マグロと寝れるの。毎年できるって。ちょっと寝転がるスペースがないんだ。こんな感じよ。あ、やばい、やばいですね、サイズ差が。でかい。でかいっす、マグロ。 YouTuber ってさ、前に物を置いて自分が後ろに引くことによってでかく見せるんだけど、このマグロに関しては俺が前に来てもでかく見える。持ち上がんのかな。まあ、頑張りましょう。これ持ち上がるか。いや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 、まあ、今のは冗談。お、いけるんじゃないですか。いけるいける。一人で持てる。あ、お願いします。身長が足りん。何でもあるわ、この家。よし、引きずり込んでやろう。いきますね。うわうわ、そう、大きいローション。ないない。あ、この時をそのままスライドすればいいんだ。よいしょ。なんだこれ。おかしいおかしい。なんで家に本マグロいるの。なんで家に本マグロいないの。あ、やばいやばい。一つ言っていいですか。はい。あの、さばく前なんですけど、もう疲れた。よいしょー、よいしょー。こっからよ。マジ筋トレ汚い。こっからや。
頭乗せたらでもいけそうな。せーの。せーの。あー、なるほど。せーの。乗ったー。いやー、また開けるんで。大の大人3人で何してるよこれ。危ねえ。皆さんがマグロを乗せるまで1時間かかりました。さばきますか。カオスすぎないここの状況。おかしくない、この画角的に。これここって乗る用に作ったわけじゃないんだけど、俺マジ1時間ぐらい経ってるな。カメラマン突き指して無事死亡しました。でこっからサムネを撮るために頭そっちに向けたいんですよ。小倉さん、はい、頭そっち向けたい。なんで今言う。今までの魚はこっからスルッて90度回転できてたからいけるかなと思ったけど、こいつ思いのが長いな。ちょっとやってみていい？落ちるかな。ということでようやく、ね、運び込んできました。ちなみにですね、今回こちらのマグロ153キロあります。まあ、こんだけでかいマグロをさばくっていうのはまあ一つね夢ではあったんで、また一つね夢が叶います。もうめちゃめちゃ嬉しい。でこれ内臓とエラ抜かれた状態で153キロなんで、多分ね180キロ近くあったんじゃないかなと思います。あのこれどれぐらいやばいかっていうと、1年前ぐらいにワニをねさばいたんですけども、あのワニが120キロ、その1.5倍ある。そう考えるとなかなかやばいでしょ。あんだけ巨大なワニの1.5倍だからなかなかやばいですよ。で今回こちらのマグロ沖縄県産なんですけど、沖縄県で取れるマグロって面白くて、結構ね陸から近いところで取れるんですよ。普通マグロって結構遠いところで取れるんで、船の中で瞬間冷凍されて凍った状態で持ってこられてね、それがね流通してるんですけども、これはね冷凍されてないんですよ。みんなね知らないかもしれないけど、スーパーとかでね売ってる本マグロはほぼほぼね解凍されたものなんですよ。でちなみにねこれね豊洲とかで買ったら多分何百万とかする、100万余裕で超えると思うんですけど、あの沖縄ねちょっと安いんですよ。なんとか今回手に入れることができました。で本当はねあと20日ぐらい熟成させてね、そっから食べたかったんですけど、さすがにこんだけでかいやつを20日間冷蔵する場所がない、場所がないんです。ということでですね、早速観察していきましょうか。はい、こちらが全体像になりますといういつものやつをやりたいんですけども、でかすぎて映りきらん。でかい。でね、これねエラと内臓抜かれてるんですけど、初めてね魚の口の中覗いて洞窟やんっていう感想が出たんですよ。ちょっと見てみますね。いや洞窟やん。多分ね本当に冗談抜きで幼稚園児ぐらいだったらこの中通り抜けれると思う、そんぐらいすごい。でお腹部分ねちょっとチラッと見えてるんですけど、これすごいでしょ。この脂本当に美味しいと思う。であとマグロのかっこいいポイントなんですけど、胸びれを収納できるところがあるんですよ。収納できるようにへこんでるんですね。これで潮の抵抗を受けづらくしてるんですね。はい、そんな感じで本マグロなんですけども、一番有名な魚といっても過言ではないですからね。そんな説明するのもね無粋ということで、そうそうさばいていこうと思うんですけども、あのちなみにですね、僕本マグロさばいたことないです。今回初めてです。初めてで153キロ、いけるか。まあ、ただ脳内のシミュレーションはもう完璧なんでね、早速ねさばいていきましょうか。はい、それではさばく道具こちらです。ノコギリ。マグロ包丁買おうとしたんですけど50万円しました。諦めました。その代わりね、こちらめっちゃでかい、わからないな。これはいつも使ってる包丁で、今回買った牛刀でかない。今回これでさばいていく。最初はノコギリです。まずはね、頭を落としていきます。ここですね、ここを落としていきます。お、簡単じゃん意外と。これをどの角度で入れるかだよな、包丁。本当は魚をぐるっとひっくり返してやりたいところであるんですけども、無理や。俺が回ります。俺が諦めてこっち回ったの初めてだよね。ここねすごいんですよ。マグロってやっぱすごい速さで泳いでるんで、ここ硬いんですよ。ここだけね硬くなってるんですね。普通魚ってここが硬くなったりしないんですよ。まあ、ここで下ろそう。ここ硬いわ、包丁通らんわ。確かめるわ骨格を。多分ねこれね力技だと思う。お、力技だ。やればできんだよマグロの解体ぐらい。でこのぶっとい骨、これは関節に入れていきましょうと思うんですけど、マグロは意外と骨は柔らかいな。この背骨を一刀両断してやりましょう。一刀流、いやい、シシソンソン、ゾロなんや。切れんかった。外れた外れた。なんだマグロ意外と簡単だな。ワニより簡単かも。よし、よしよし。
はい、それでは頭が落ちましたと。意外とそんな重くない、15キロぐらいじゃないかな。よし、オッケー。これできたものからこっち置いていこう。待って、頭落としてなおこの存在感よ。じゃあ次ヒレ落としていきます。ヒレがあるんでこれヒレ落としていきます。じゃあ次ですね、釜を外していきます。やっぱマグロといえば釜でしょ。うん、釜の塩焼き最高にうまいからね。じゃあまずここお腹の部分で割っていきましょう。腹びれの付け根がね結構硬いんで、ここだけノコギリでいきます。これ多分キッチンコーナーにノコギリ置いた方がいいよ、そんぐらい便利。はい、そしたら釜を落としたいんですけど、どうしよう。皆さん怒んないでくださいね。シンクに乗ります。いきましょう、これでいこう。いや、鱗は硬いぞ。逆包丁じゃないと無理だ。待って、やばい、これジュエルミートやん。これ俺一人で食うわ。ダメです俺一人で食う企画したら地獄見そうだな。200日ぐらいかかりそう。あのね、分かったことがあって、魚マグロの骨は柔らかい。もう魚なんて構造は一緒ですからね。硬いか硬くないか、でかいかでかくないかの違いですから。よいしょ、カマ、カマ、ここ、カマー、でかすぎる、これまでめっちゃいったな。こうだったね、こうだな。繰り返そうか。これ一人でいけそうな気がする。ヒレだかさ、ヒレ、あの全体的に腹筋使う工数が多い。もう腹筋がやばい。じゃあひっくり返します。あ、やばいやばい、あーやばい、地獄が始まるいきますよ。オッケー、これでいけるわ。やばい、お湯出てる。あ、来た、あ、来た。釜にいっぱい身がついちゃったんで、今回は釜に身がなるべくつかないように落としていきます。いきましょう。で、この人太りすぎじゃない？おお、2回目はだいぶしっかりうまくいったぞ。もう置く場所なくなった。見てこの断面、カマトロですよ、これが。さっきよりもだいぶ身が残ってた、今回は。さっきさ、こんだけカマに持ってかれちゃったんですけど、今回はここまで。で、ようやくね、頭とカマをね、これで落とし終わりました。で、あの、さすがにね、こんだけでかい魚だと3枚おろしはできないんで、5枚おろしっていうね、方法でおろしていきます。で、ちょっとね、俺の身長が足りない。これ190ぐらいいるわ。これだと力入んないんで、ちょっと椅子でね、身長を持ってやりましょう。まずは真ん中に人たち。反対ないよね、これ魚が。普通ね、頭を左側に置くんですよ。じゃあやろう。こっちからこっち入れるか。よし。ここまでやりゃもうこっちのもんですよ。長さギリギリだ、これでも。この逆包丁でやると大体皮が硬い魚でも包丁入っていきます。包丁がでかすぎて扱いが難しいぞ。普段はね、魚の身自分でこうやって開きながらやるんですけど、これ重すぎて開けないんで、こうやって引っ掛けてなんとか包丁入れていってます。どこ切ってるかようわからん、正直。本当に難しいよこれ。いろんな生き物さばいてきたけど、マジでトップレベルだと思う。トップレベルっていうかトップだ、ダントツで。意味がわからんぞ。なるほど、血合い骨が硬いんだ。これさばいてる人さ、こんな硬い血合い骨をあんな造作もなく折ってたってこと、みんなサイヤ人かなんかなのかな。これはやばい。
どこんな感じで入れるのか。外れたんじゃないか。重たっ。やばいやばいやばい。千と千尋の神隠しやったら僕逃げるぞこれ。やばいやばい、殺人現場みたいになってる。待って待って待って待て。おいおいおい、これは中落ちやん。これやりたかった本当に。これやるためにマグロ買ったまである。食べたい？はい。ダメです。ああ。ああ。マジでうまい。びっくりした。ちょっと食べてみる。ちょっと食べてみます。うんま。めっちゃうまいやんな。めっちゃくちゃうまいっす。これはやばい。一週間ぶりの食事ぐらい食うやん。マジ。うんまっ。いやいや、めちゃめちゃ食ったよ。いやいやいや、食いすぎやろ。あれ、まあまあ150キロあるからね。全部食べたら俺210キロになれるからさ。じゃあ反対側。はい、どこに包丁が入ってるかがわからんのよね。どこまで腹あるんだ。あの今僕の気持ちどんな感情かって言いますと、ベンチプレスをもう無理かなって言って追い込んだ後にまだもう一発って言われた時の気持ち、もう腕パンパンなんやけどやめることはできないという。魚って骨格さえ理解すればさばけるんですけど、マグロの骨格が全然わからん。こうかこうかこうだこうだ。重いんだよ。よいしょ。はい、それでは半身を下ろし終わりましたと。じゃあですね、反対側いきましょう。じゃあこの背びれを取っていきましょう。よいしょ。ひれをね、まず取っていきましょうと。取れた。気持ちいい気持ちいい。よし、オッケー。よいしょ。うわ、今日は筋トレや。ボロボロになった身をね、綺麗にさばいていきましょう。もう今度はね、ひっくり返さずにこの背骨を外していきます。こういう構造してたのか。やっぱりいつもの長さぐらいの包丁がね、使いやすいわ。でもね、外れたわ。外れてないわ。よいしょ。背骨外れました。はあ、大変だ。よし、じゃあ今度は血合いをね、落としていきましょう。あ、なんかそれっぽくない？今回はうまくない？あのもうね、めっちゃギコギコやってるんで、もうこれを今更言うのもあれなんですけど、なるべく立ち筋が少なくスーッて切った方が、まあ、細胞も壊れないし、あとはもうね、切った時のね、見栄えもいいんで、そっちの方がうまいと言われてます。もうできないからといって挑戦しないと一生できるようにならないんで、今日は一歩目の大きなね、挑戦でした。皮が硬い。ご乱心です。よいしょ。はあ、あの初めての出来事なんですけど、置く場所がなくなりました。見て、
見て。どうする？あっちの机だね。もう包丁切れんくなってきたわ。よし、試合もね取れました。はい、それではですね、ようやく過食部位にね分かれました。時刻はなんと23時41分です。明るかったよね。明るかったです。6時からやってます。もう撮影しながらやるとね、大体普通にさばく5倍ぐらいね時間かかるんですけど、6時間近くここまででかかっております。ということでですね、今日は何を作っていくかと言いますと、マグロのレアカツ、そして刺身、こちら2品をね作っていこうと思います。で、次回の動画でですね、頭とかカマを使った希少部位をね、食べていこうかなと思っております。はい、それではやっていきましょうか。こんぐらいですね。さすがにデカすぎるんで、こんな感じでブロックでとりあえず切っていきます。やばくない？これダイヤより輝いてない？よし、慣れてきたマグロに。うんご、ちなみに今回ね、こんだけでかい本マグロ買ってどうやって食べきるんって思ってると思うんですけど、死ぬほど配ります。ご近所さんじゃない、遠い人まで配る。はい、そしたらやっていきますか。腹骨これ取りましょう。そしたらちょっとここもあと食べるんですけど、まっすぐしたいんでまっすぐにしていきましょう。硬いな。宝石が取れました。皆さん、こっからもう感動ですよ。俺ここの作業が一番楽しみだった。で、これ血合い取っていきます。まず血合いを取り除いていきます。これからよく見るマグロの身になるんですよ。うわ、これやりたかった。うわ、これよ。ほら、反対側見せていい？おー、もうそっちが演者やった方がいい。これ楽しみやな。どうしよう。おい、おい、これ今日この肉塊にかぶりついてええぞ。今日死ぬ俺。今日死んでもええな。もう死んでしまう。うわ、ちなみにここまだ中トロですからね。うわ、どんどん脂が乗っていく。もうこの辺は中トロです。もう多分飯テロでしかないよね。うわ、これ憧れなんだ本当に。うわ、これ見てみ。なんだこの脂。さて、ここら辺から皆さん大トロになっていきます。ください、こちら大トロです。この油よ。うわ、楽しみすぎる。じゃあ最後ね、一番端っこ。あ、もう油多すぎる。これ最高やな。これがさ、今ここだけよ、ここだけ。まだこんだけあるからね、やばい。スプーンで描く？スプーンで描きますよ、それ。またスプーンで描こうか、これは。ちなみにですね、魚って空気に触れる面が多ければ多いほど劣化しやすくなるんで、一旦ね、今僕らが食べる分こんだけ切って、あとここら辺はこの状態で、まあ、何日か保存して熟成してみんなに配ろうかなと思います。みんなごめん、耐えれん、耐えれん。これは無理や。全部さばききるまで待つのは無理よ。待って待って、これ油映ってる。うわ、これはこんな贅沢していいんですか。うわ、マジ無理。JK JK めっちゃめちゃうまい。でもあと1週間ぐらい熟成した方がいいね。これさ、もう反則じゃない。これ食べたい？食べたいっす。
食べるか。はい、食べようみんなで。いただきます。マサルチャンネルのまかない。うまっ。やばこれ何、うん、まっ。マジ気まるくない、この時間のこのオートロはやばい。今何時ですか？12時40分です。1時回りそう。はい、それではですね、まずフライからね作っていきましょう。それではね、この中トロをね使ってやっていきます。これね、レアカツ食べてみたかったんですよ。まずは塩コショウ。はい、じゃあ下味をつけましたら小麦粉で、卵、パン粉の順ですね。じゃあこれね、揚げていきましょう。こんなんね、もう絶対うまいやろ。セット。じゃあ油を入れていきましょう。よっしゃ、入れていきますか。うわ、短め、40秒ぐらい。よし、いいでしょう。よし、じゃあ切ってみましょうか。うわ、これ楽しみやな。さて、どうでしょう。うわ、ちょっと揚げすぎてる感あるな。いや、まあでもこれはやばいな。もうこれが食べたかったんですよ、皆さん。念願ですよ。 OK。 はい、そしたらラスト、刺身を切っていきましょう。まずはこの最高にうまそうなね、中トロ、もうほぼ大トロですね。ここでいきましょう。で、これ中トロ部分、腹の皮がついてるんで、これ切っちゃいましょう。んで、こうです。もうここまで来たら、皆さんいつも見てたあの光景ですよ。いつも見てないな、よく見るあの光景ですね。んで、次大トロです。ここも腹膜をね切っていきます。これしたかったことがあるんですよ。またこれを1枚ずつ剥がしていくという、これしたかったんですよ。インスタでね、めっちゃ見るわけよ。これをね、食べてみたかったの。ちなみにこの間はね、結構筋なんで、普通に食べたら硬いはずなんですよね。手ギッとギッとや、まあ、なんでここ大トロの部分ね、この筋を切って食べやすくして、こっち向きにすればね、あんまり気にならない。すごい油や。マグロの中トロ大トロ贅沢盛り完成です。はい、それでは完成しました。何時ですか今？1時41分です。1時41分、もうすぐ朝や。いただきます。まずは中トロの刺身からね。もうつまんでしまったけどね。うわー、いい、何回見てもいい。めちゃめちゃうまいな。やっぱり大トロはまだ食ってないから、大トロどうなんやろうな。これ楽しみやな。筋外した方がよかったな。どっちなんやろうな。いただきます。大トロ全然違うぞ。めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまいよこれ。びっくりした。なんか今までの中トロがなんだったら味なかったんじゃないかぐらいの味の濃さがある大トロは、とんでもないうまみぞ、うまみぞ。もう本当に声がおかしくなるぐらいうまい。びっくりした、こんな違うんや。うんまっ。じゃあね、レアカツも食べてみましょう。これね、レアカツね、ずっと食べたかったんですよ。楽しみ。いただきます。レアな、レアカツはそんなにやな。皆さん一つ分かったことがあります。レアカツは赤身でやるものです。油で揚げた牛脂食べてるみたいな感じ。美味しいんだけど濃すぎるな。失敗した。濃ゆ、うわ、濃い。これ一発目食ってたら多分うまかったな。油で揚げた牛脂も別にうまいからな、腹減ってる時は。はい、それではごちそうさまでした。本当にね、念願だったマグロをさばけて、普通に楽しかったです。小学生みたいなね感想言うておりますが、もう本当にね楽しかった。島ではね、本マグロを年間1、2回しか上がらないし、ほとんどね流通してこないんで、あんまり食べる機会ないんですけど、改めてうまいな。めちゃめちゃうまいわ。うん、マグロ最高ですね。はい、今回はね、もうただただ僕が夢を叶えるだけの動画でした。次回ですね、マグロの希少部位を使ってですね、いろんな料理を作っていこうと思いますので、ぜひぜひそちらもご覧になってください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。